大輔漫談つも余裕つも直ですね、つも直トップ、はい、これどうせですか、朝倉さんどうせですか、やめてきた。本茶にはビーストジャパネクスト鈴木大輔、久々の勝利にも気を緩めてはいけない。笑顔の後に見せたのは次の戦いを見据えた勝負師の顔。100万馬力の麻雀で突き進め、大輔個人連勝に挑みます。なんちゃには角川さくらナイツ渋川ナンバー、 MVP も最高スコアも4着回避も本音を語れば全部欲しい。上を目指し夢を語って損になることなんてあるものか。メダルもシャーレもその手につかめ、渋川個人連勝に挑みます。シャーチャにはチームライデン萩原正人、ボーダーをめぐる条件戦にもかかわらず解き放たれていくように持ち味が色濃く出る。フェニックス風林火山ビースト、侮れない相手だからこそ来年の麻雀で勝つ、個人23戦目の登板です。平茶にはセガサミーフェニックス萱森さやか、きっとこの人はスリリングな毎日を最高に楽しんでいる。フェニックスの追い上げを、そして大逆転のクライマックスにあなたの爽快な勝利を添えてくれ。早森節目となる個人20戦目の登板です。さあ何の4曲はやかもり、これは流局すれば勝ちです。ここでのデールダブルはやばすぎるやろ。メンチなし、流局を狙うもありますよね。どうなんです状況としては、漫画のつもですか。2人漫画のつも条件ですね。あ、渋川さんなんじゃこりゃ、赤赤イーマン貫通、貫通かちょっとわからないですよこれ。なるほど。上が順位的にはほとんど見えないんで、感せずに上がる可能性もありますよね。おー。大輔、漫談つも余裕。あ、これ知恵できますよ、もう。フーマンくっつけてポン !GP 引いてリャウピン。リャウピン引いたら外しますかね。外しそうです。外しそうですね。はい、一旦休憩って、なんなら GP 引いたら吹いてんでもよしなんで。赤ウーピン出たらチーしていいですか、するんじゃないですか。はい。うわー、ビーストか。序盤ライデン、終盤フェニックス、最終コーナービースト来るか。ちょっと信じられないな、ゲーム展開が。てかこれ渋川さんもね、3倍マン積もると3倍マンだとあるんじゃないですかこれ。なんでポジティブな人はかん、うわーと、これはウーマンチーマンポンテン絶対で、はい、ピンズの地位どうなんすか、積もればトップ。大輔さんどう考えるかな。積も直ですね、積も直トップ、はい、ウーマンチーマンポンでいいですね。はい、もちろん。どうするんだピンズは。うわ引いた、なんだそれ。どうするんですか、これどうするんですか、朝倉さんどうするんですか。やめてきた、これは出て上がれないってことですね。ですね、萱森さん以外からは積も直一本、はい、来ました。大輔リャウピン、ここは静かに牙を隠した。これはリーチしても結局、はい、ね、他から出上がったら裏位置必要じゃないですか、ええ、なんでこれは当然のダマ点で見逃しもしますよね。つも直、うーわー、あとはこれは、あ、渋川さん噛んじゃないですかこれ。おしとやかに行く可能性もあります。でもいや、ないです。でも関して裏アドアいっぱい乗ったらトリプル見えますよ ね、はい、これで9万ペローンときたら今の関シンドラが2ピン。大輔大変跳ね場になってる。で、タイヤをドラ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 赤出上がり OK、 どっかで出上がり OK になった。リャンピンリャンピンだ、最悪。1万2000なんだこれ。雷電に巻き起こる悲劇、信じられない展開、そしてビースト大輔お仕事。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録高評価お願いします。またこの曲が見たいなどのリクエストもお待ちしております。